トロントラプターズは、カナダのオンタリオ州トロントに本拠を置く、全米プロバスケットボール協会のチーム。イースタンカンファレンス、アトランティックディビジョン所属。チーム名のラプターとは、恐竜の一種ラプトルを表す。チーム設立当時、映画、ジュラシック・パークがヒットしていたためこの名前が付けられた。NBA30 チーム中、現在アメリカ合衆国以外の国に、 拠点のあるただ一つのチーム。スコシアバンクアリーナ1995年、成長を続ける NBA は、隣国、カナダでの市場開拓を狙い、1946から47年のトロントハスキーズ以来となる、カナダの都市を本拠地とする二つのフランチャイズを新設した。その一つがトロントラプターズである。ラプターズの所有は、 NHL のトロントメープルリーフスも所有するメープルリーフエンターテインメント社。また同時期にバンクーバーにも本拠を置いた。同年にゼネラルマネージャーに任命されたアイザやトーマスのもと拡張ドラフトで得た選手によってラプターズは結成された。コイントスの結果先に指名権を得たラプターズはまず シカゴブルーズのポイントガードで3ポイントシュートの名手、BJ アームストロングを指名。しかしアームストロングはチームに加わることを拒否。そのためトーマスは、ゴールデンステートウォーリアーズのパワーフォワードの、カルロス・ロジャーズとビクター・アレクサンダー、ドラフト2巡目指名権と引き換えに、アームストロングをトレードした。他に拡張ドラフトでは、ベテランのジェローム・カーシー、ウィリー・アンダーソン、 トーマスのデトロイトピストンズ時代のチームメイトのジョン・サリーを指名した。ラプターズが拡張ドラフトで先に選手を指名する権利を得たため、その年の NBA ドラフトではバンクーバーグリズリーズに次ぐ指名権を与えられた。そのドラフトの一巡目で指名したのはデーモン・スタウダマイヤー。しかしラプターズのファンは、その年の NCWA の最優秀選手で、 ファイナル4でも MVP に輝いた UCLA のエド・オバノンが指名されることを期待していたため、この年のドラフトは地元トロントのスカイドームで開催されたにもかかわらず、スタウダマイアーが指名された際にはブーイングが湧き起こった。しかし蓋を開けてみれば、スタウダマイアーは1試合平均19.0得点、9.3アシストで新人王を受賞した一方、 一巡目9位でニュージャージーネッツに指名されたオバノンは全く活躍できず、結局2年後に NBA から去るというトーマスの目利きの良さが証明される結果となった。一年目は21勝61敗と勝率は3割を切ったが、このシーズンで72勝10敗を残したシカゴブルズを破ったことが知られている。 翌1996から97シーズンは、前期より9つ勝ち星を増やし、30勝52敗でシーズンを終えた。観客動員数も順調に伸ばしたが、この年のドラフト1巡目2位で指名された、マーカス・キャンビーは、期待外れに終わった。1997年の NBA ドラフトにおいて、ラプターズは全体9位で、 高卒ルーキーのトレーシー・マグレディを指名。しかし、彼をはじめとする、数々の若手選手の育成に力を注いできた、トーマスが、新しい経営陣との対立によって辞任。グレン・グランオルドが公認についた。これによりクラブは、方針転換を余儀なくされ、1998年2月13日には、スタウダマイヤーを大型トレードで、 ポートランドトレイルブレイザーズに放出した。このシーズンは怪我人が続出したこともあり、16勝66敗で終了。1998から99シーズン前のオフには、ドラフト1巡目全体5位で、ゴールデンステートウォリアーズに指名されたビンス・カーターを、全体4番目に指名していた、アントワン・ジェイミソンとのトレードで獲得。さらにこのオフに、 プレイオフでの経験も豊富なベテランチャールズ・オークリーをキャンビーとの交換で、またケビン・ウィリスをトレードでそれぞれ獲得した。このトレードは将来の成長が見込まれる若手と先の短いベテラン等をトレードとしたと解釈され大きな損失だと評価されたが特にオークリーの優れたリーダーシップは若手の多いチームにおいて12分の効力を発揮した。一方でダグ・クリスティが 守備的なポイントガードへと成長し、アルビン・ウィリアムスの活躍で攻撃力もアップした。さらにもう一人のベテランのウィリスも、センターを、がっちりと埋めた。ポイントガードと、センターに、穴のあったチームは彼らのおかげで、それまで以上に勝てるようになり、新任のヘッドコーチブッチ・カーターの訓導を受けた、マグレディたち若手も大きく成長した。チームは、プレーオフには進出できなかったが、 新人王になった、カーターや、マグレディの存在もあり、将来を期待されるチームになった。ロックアウトで短くなった。このシーズンは23勝27敗と5割目前だった。1999から2000シーズン前には、ドラフト全体5位の指名権と交換で、アントニオ・デイビスを獲得し、さらにインサイドを補強した。チームはこのシーズン、 カーターを中心に躍進し、45勝37敗と、初めて勝率5割を超え、チーム初のプレイオフ進出を果たしたが、ニューヨークニックスに参戦全敗を喫し敗退。ビンス・カーター翌2戦から01シーズン、マグレディとカーターを中心に、チームはさらに発展するものだと思われていたが、先のプレイオフ敗退後、エースの座をめぐって二人が対立してしまう。 結局開幕前に、マグレディが、フリーエージェントで、オーランドマジックへ移籍。さらにクリスティもトレードにより、サクラメントキングスへに移籍と主力がごっそり抜けたが、ガードに迎えたベテランのマーク・ジャクソン、新監督のレニー・オイルケンズの尽力により、47勝35敗と、前年を上回る、好成績を残した。プレイオフでは、 昨年敗れたニックスにリベンジを果たして初の1回戦勝利を挙げた後、NBA ファイナルまで進出することになる、フィラデルフィアセブンティシクサーズと好勝負を演じたが、3勝4敗で、赤敗。第7戦はわずか1点差での敗戦だった。その後チームは、ドリームの異名を持つ、名センターアキーム・オラジュワンを獲得するも、そのオラジュワンは、 衰えと腰痛で戦力にならなかった上、エースのカーターに負傷が相次いだこともあり、チームは再び低迷を余儀なくされる。2004年、ビンス・スカータートレード後は、クリス・ボッシュがチームの顔となった再起を図るチームは、全体4位指名権を得た2003年の NBA ドラフトで、パワーフォワードのクリス・ボッシュを指名する。ボッシュは、 アントニオ・デイビスの対談で手薄になったセンターを急遽任されたものの周囲の期待に応え1試合平均11.5得点7.4リバウンド1.4ブロックを記録し通算リバウンドとブロックではラプターズのルーキー記録を更新オールルーキーファーストチームに選出された しかし以前としてチーム成績は低迷したためゼネラルマネージャーのグランオルドは解雇された。やる気のないチームに散々トレードを要求していたビンスカーターの対談以降チームはボッシュやモリス・ピーターソンを中心に再建を進めることに体格、スキルともに着々と成長を続けたボッシュはラプターズのエースに成長し2006年には NBA オールスターゲームにも出場。2006年バスケットボール世界選手権のアメリカ代表にも選ばれた。チームもさらなる発展を目指し、2005から06シーズン途中の2月、前フェニックスサンズゼネラルマネージャーのブライアン・コランジェロを GM に呼び入れ、チームの大改革を始める。以降、コランジェロはサンズを強豪チームへと仕立て上げた手腕を発揮させ、 チーム再生のキーマンと評価されることになる。2006年オフには、2006年の NBA ドラフト、全体1位で、アンドレア・バルニャーニを指名するなどの補強を行い、リーグ有数の多国籍軍となった。そして、ボッシュら既存戦力の活躍に加え、ミルウォーキーバックスからトレードで獲得した、ポイントガード TJ フォードが、チームに完全にフィットしたこともあり、史上初となる。 ディビジョン優勝を果たした。この結果を受け、ヘッドコーチのサム・ミッチェルが NBA 最優秀コーチ賞、GM のコランジェロが NBA 最優秀役員賞を獲得している。しかしプレーオフでは経験不足をもろに露呈し、1回戦でカーター要するネッツに2勝4敗で敗れた。2007から08シーズンは前年度の3ポイントコンテストチャンピオンであるジェイソン。 カポノをマイアミヒートから獲得した以外に目立った補強をせずにシーズンを迎えた。ところがシーズン途中にボッシュやフォードを怪我で変えたり課題のディフェンス面に向上が見られなかったりという要因が重なり全年度を下回る5割ちょうどの勝率でシーズンを終了する。なんとかプレイオフには駒を進めたがオーランドマジックに1勝4敗で敗れた。 2008から09シーズン前には、フォードやラドスラフ・ネステロビッチらをインディアナ・ペーサーズに放出し、見返りに、ジャーメイン・オニールを獲得。オニールが加入したことで、ボッシュとの強力なフロントコートが形成され、前年度よりも躍進するかに見えたが、いざシーズンが始まると期待されたほど成績が上がらず、ヘッドコーチのミッチェルは、シーズン途中で解任された。 さらに、オフで獲得した、オニールも、ショーン・マリオンとマーカス・バンクスとのトレードで、ジャマリオ・ムーンと共に、ヒートに放出された。その後、移籍してきたマリオンが、チームに溶け込み、シーズン終盤に巻き返したが、結局にシーズンぶりにプレイオフを逃した。2012年のオフシーズンにヒューストン・ロケッツと、トレードでラプターズに移籍してきたカイル・ラウリー。 2010から11シーズン前、2年連続でプレイオフを逃したチームに嫌気が差し、FA となったクリス・ボッシュがマイアミヒートに移籍。代わって対等してきたのが2009年の NBA ドラフトにおいて全体9位指名で獲得したデマーデローザンであった。持ち前のキレのあるドライブを武器に2年目から早くもチームのエースに君臨していたが、 低迷していたチームを浮上させるまでには至らず、チーム再建の成果はあまり出なかった。そんなラプターズが転機を迎えたのが、2013から14シーズンである。新 GM に、マサイ・ウジリを迎えたこの年のチームは、デローザンや、テレンスロス、ヨナスバランチューナスラの若手有望株と、前年に加入した、ポイントガードのカイル・ラウリーなどの中堅、ベテランとの融合に成功し、 躍進。3年目の同演、KCHC のもと、チームは48勝34敗と大きく、戦績を伸ばし、東カンファレンス3位で、プレイオフ進出。ディビジョン優勝も果たした。デローザンは初めて NBA オールスターゲームにも、出場した。しかしプレイオフでは、1回戦で、ブルックリンネッツに3勝4敗で敗れた。 2014から15シーズンは最初の15試合で13勝とチーム史上最高のスタートを切った途中でローザンやラウリーを怪我で失うハプニングもあったものの戦術の開幕ダッシュやアトランティックディビジョンの低調にも助けられカンファレンス4位かつディビジョン1位でプレーオフ進出を決めたが1回戦でワシントンウィザーズにスイープ負けこれで プレイオフでは5回連続の1回戦敗退となった。夏に、デマール、キャロル、ルイス・スコラー、ビスマック・ビヨンボ、コーリー・ジョセフなどを獲得し、脇役陣を強化した2015から16シーズンは、難なく3年連続で、ディビジョン優勝を果たす。さらにデローザン・トラウリのガードコンビは、ホームタウンであるトロントのエア・カナダセンターで、開催された。 NBA オールスターゲームに揃って出場、チームも史上最高の56勝26敗でシーズンを終えた。プレイオフでは1回戦でインディアナペーサーズを4勝3敗で退け、2001年以来のカンファレンスセミファイナルに進出。その勢いのままにマイアミヒートも4勝3敗で下し、初のカンファレンスファイナルに進出した。しかしカンファレンスファイナルでは、 その年の NBA チャンピオンである、クリーブランドキャバリアーズに2勝4敗で敗れ、初のファイナル進出はならなかった。2016から17シーズンも、順調に勝ち星を重ねるも、同地区のボストンセルティックスの後陣を敗する展開に。シーズン途中にサージ・バーカや、PJ ・タッカーを獲得し、ディフェンスの改善を図るも劇的な効果は見られず、 フランチャイズ史上初となる2年連続の50勝、声こそ果たしたが、ディビジョン4連覇を逃した上、カンファレンス3位で迎えた、プレイオフのカンファレンスセミファイナルで、キャバリアーズに、スイープ負けを喫した。なおこの年の NBA ドラフトでは、全体9位で、ヤコブ・パートルを、全体27位で、パスカル・シアカムを指名した。2018年のデローザン2017から18シーズンは、 エースのデローザンが絶好調。2018年1月1日に行われたミルウォーキーバックス戦ではチーム記録となる1試合52得点をマーク。デローザンはこの試合によりビンス・カーター、テレンス・ロスに次いでチーム史上3人目の1試合50得点以上を記録した選手となった。試合もラプターズが オーバータイムの末に131から127で勝利し、ホーム戦12連勝を達成。これもフランチャイズ記録である。チームも好調を維持し、2018年3月7日に行われたデトロイトピストンズ戦での勝利により、今季リーグで最も早くプレイオフ進出を決めたチームとなった。また、64試合目でのプレイオフ進出決定は、 新たなチーム記録になった。そして2018年4月6日に行われたインディアナペーサーズ戦に92から73で勝利し、チーム史上初となるレギュラーシーズンのカンファレンス王者となった。最終的なシーズン成績も59勝23敗で2シーズン前のチーム最高記録をさらに更新することとなった。 プレイオフでは、1回戦でカンファレンス8位のワシントン・ウィザーズに4勝2敗で勝利し、カンファレンスセミファイナルでキャバリアーズと3年連続の対戦を迎えたが、この年のプレイオフで神が勝った活躍を見せていた、レブロン・ジェームズを止められず、昨年に続き、スイープ負け。2015から16シーズンから通算して、プレイオフ10連敗という結果を受けて、 同園 KCHC は、最優秀コーチ賞を受賞しながらも解雇された。2018から19シーズン開幕前、長らくエースを務めたデ、デローザンと、若手センターのヤコブ・ポートルを、サンアントニオ・スパーズにトレードで放出し、代わって、カワイ・レナードとダニー・グリーンを獲得。本格的に優勝を狙いに行く姿勢を明確にした。 カワイ・レナードそんな中で始まったシーズンは、11月までに、6連勝以上を3回記録し力強くスタートする。新人のニック・ナース・ HC は、来る、プレイオフに備え、ロードマネジメントとして、レナードを時々休ませる方針を取った。しかしラウリーも17試合を欠場したのに加え、ノーマン・パウエル、ヨナス・バランチューナス、フレッド・バンブリートラもそれぞれ負傷で1から2、 過月戦線を離脱するなど、全員が揃うことは、ほとんどなかった。そのため、このシーズン中に編成したスターターのラインナップは22通りに、上る。それでも、サクオフに加わったレナードと、グリーン、さらにシーズン中にトレードで加入したマルク・ガソルが、活躍し、そしてスターターに定着したパスカル・シアカムが、急成長を遂げ、チームは、大崩れすることなく、 白星を重ねる。2連覇中のゴールデンステートウォリアーズに対しては、ホームで勝利し、カード8連敗を止めると、ビジターでは15年ぶりの勝利を挙げた。シーズン中盤で、ミルウォーキーバックスに先行を許すも、58勝24敗のイースタン2位で6年連続のプレイオフ進出を決めた。プレイオフ1回戦は、オーランドマジックとの対戦となった。 守備力に優れたチーム同士の戦いであったが、ラプターズはガソルを中心にディフェンスを固め優位に立つ。初戦を3点差で落とすも、第2戦から4連勝して2回戦に駒を進めた。1敗以下でのシリーズ突破は、チーム史上初である。続く2回戦は、フィラデルフィアセブンティシクサーズと激突。第1戦は、レナードの45得点。 シアカムの29得点などで解消するが、高さに優れたシクサーズの前に、ラプターズのガード陣がのきなみ不調に陥り、2連敗を喫しあっさり逆転される。第4戦では、ガソルとサージーバカのセンター同時起用に活路を見出し、僅差で勝利。ホームに戻っての第5戦では、プレイオフにおけるチーム最高記録の36点差で圧勝し、大手をかけるが、 ロードの第6戦を落とし勝負の行方は第7戦に持ち越しとなった。両チームともに決定的なリードを奪えないまま試合は進み、残り4.2秒でスコアはタイ。そしてラプターズの最後の攻撃、レナードが右サイドから放った高いシュートはリムの上を4度バウンドした後にリングをくぐり抜けた。この瞬間、ラプターズの3年ぶり2度目の カンファレンスファイナル進出が決まった。そして、この年、リーグ最多値を上げたバックスとのカンファレンスファイナルが始まる。休養10分のバックスに、第1戦は終盤に逆転され、第2戦は大差で敗れ、連敗スタート。ホームでの第3戦は、ラウリーとパウエルの二人を、ファウルアウトで書きながらも、最延長の末に勝利した。なおこのシリーズでは、 シクサーズ戦で不調だった、控えガードのパウエルとバンブリートの活躍が目立った。彼らを含む、ベンチ陣の大量得点で第4戦も勝利し2勝2敗の、タイに戻すと、ロードの第5戦では、バンブリートが21得点を、すべて 3P シュートで上げる活躍を見せ、接戦をものにする。少しアバンクアリーナの外まで大観衆が集まった、ホームの第6戦では、 第3クオーターのラスト2分で15点ビハインドを5点まで詰めると第4クオーターで逆転し8点をリード。バックスの最後の追撃を振り切り100から94で勝利、創立24年目にして初の NBA ファイナルへの進出を決めた。この試合はラプターズのプレイオフ通算100試合目であった。2019年の NBA ファイナルの第2戦にて、 フリースローを試みるカワイレナード NBA 史上初めてアメリカ国外で行われることとなったファイナルは3連覇の異業に挑むウォリアーズとの対戦に1勝差でホームコートアドバンテージを手に入れたラプターズは第1戦をシアカムの32得点で制する第2戦を落とし1勝1敗で移動するとロードの第3戦 第4戦ともに2桁リードで勝ち先に王手をかけた。多くの負傷者を出しながらも王者らしい自力と経験を見せつけるオリアーズに対し、ここまでの激戦で成長したラプターズは、ベンチ陣も含めた全員の連携と大事なところで得点を上げるチームのよう、レナードの活躍で互角以上の戦いを見せた。勝てば優勝であった第5戦は1点差で敗れるも、続く。 第6戦では4人が20得点以上を上げ接戦の末に勝利を手にする。エース同士のトレードから始まり、チーム史上最大の勝負を仕掛けた1年は、初優勝という最高の結果で完結を迎えた。2019から20注目されたレナードの挙手は、ロサンゼルスクリッパーズへの移籍で決着した。さらにグリーンも、ロサンゼルスレイカーズに移った一方、 彼らに代わるスターター級の選手の新加入はなかった。開幕前には、ヒューストンロケッツと共に来日し、2試合のプレシーズンゲームを行った。シーズンが始まると、またも序盤から負傷者が続出した。昨季からいる主力7選手のうち、OG、アヌノビーを除く全員が、それぞれ10試合以上を欠場。この年も全員が揃う期間は短かった。 負け越してもおかしくないチーム状況と思われたが、実際には、昨季からほとんど、勝ち星を減らすことなく戦った。新エースとなった、シアカムは、オールスター初選出を、スターター枠で勝ち取り、テレンス・レービスをはじめとした、新戦力も台頭し、昨季に続き、イースタン2で、レギュラーシーズンを終えた。 シーズン中断により試合数が減少したが、残した勝率は、チーム史上初の60勝に相当する。さらにこの年には、15連勝、46点差勝利、30点差逆転勝利のチーム記録を作った。そして、2年目のニックナース HC は、最優秀コーチ賞を獲得した。7年連続の進出となる、プレイオフでは、1回戦で、 ブルックリンネッツを相手に、チーム史上初めて4戦全勝を収めた。第4戦では、これまた、プレイオフにおけるチーム記録の150得点に加え、NBA 記録となるベンチからの100得点をマークした。しかし2回戦で、プレイオフでは、初対戦となる、ボストンセルティックスと第7戦までもつれる、激闘の末に敗れ、連覇とはならなかった。 2020から21フレッド・バンブリーとは、ドラフト外の選手として、史上最高額の4年8500万ドルで契約を延長した。新型コロナウイルスにより、このシーズンは、フロリダ州タンパのアマリーアリーナを臨時ホームとした。優勝メンバーのイバカとガソルが対談し、新たに迎え入れたアロン・ベインズなどのビッグマンたちが、期待に応えられなかったために、インサイドが、 弱体化したチームは8年ぶりに開幕戦を落とし、最初の10試合で2勝8敗と出遅れた。それでも、優勝時から残っている主力が、徐々に調子を上げ、シックスマンに定着したクリス・ブーシェ、新人のマラカイ・フリン、にュエ契約ながら、セカンドユニットに定着した、渡辺優太などの活躍もあり、前半を終える頃には、勝率5割に復帰する。ところが、 オールスター直前、新型コロナウイルスの健康プロトコルにより、主力が大量離脱してしまい、本来は、楽な日程だった3月に9連敗を含む1勝を13敗と、大失速。チームは巻き返しを図るべく、5年半在籍した、パウエルをトレードして、若手のゲイリー・トレント・ジュニアとロドニー・フッドを獲得し、さらにケム・バーチとフレディ・ギレスピーを加えて、インサイドを強化したが、 終盤の厳しい日程を乗り越えるには至らず、27勝45敗のイースタン12位でシーズン終了。2012から13シーズン以来の負け越し、かつ8シーズンぶりにプレイオフを逃した。2021から22今シーズンから本拠地であるトロントで試合を行うことをカナダ政府から承認された。2003年以来の方策とされる2021年の NBA ドラフトでは2013年ぶりにロッタリーピックを獲得し、全体4位でフロリダ州立大学出身のスコッティ・バーンズを指名した。また、オフシーズン中に10年間ラプターズに在籍したカイル・ラウリーは、ゴランド・ラギッチ、プレシャス・アチュアとの引き換えでマイアミ・ヒートに移籍した。ノート、勝ちイコール勝利数、負けイコール敗戦数。 パーセントイコール勝率太し文字、電動入り選手、優勝時に在籍した、選手、在籍時に MVP を獲得した、選手、偉大な50人、偉大な75人トロントラプターズのチーム記録。ありがとうございます。